まず1社目は小田畳商会さんですね。さっき小田先生の方からもちらっと出てきたんですけど、畳屋さんですね。創立は昭和25年、鹿児島の企業さんです。資本金は1800万で、従業員数が14名、まあ、中小企業でもかなり小さい小規模だということになると思います。で、事業内容は畳関連製品の開発製造販売っていうのをされてまして、実際にこちらの左側の写真っていうのが、この小田畳商会さんが開発された畳です。この辺に見えてるのがシャワーでして、この左側にちょっと見えてるのがこれ浴槽なんですね。これ旅館のお風呂場に設置してます。で、通常の畳だとこんなところに畳なんか引いたらもうお湯吸っちゃって、もうカビだらけになっても大変なことになると思うんですけど、まあ、ここの企業さんっていうのはこの水洗いができる畳っていうのを開発されています。で、具体的にはですね、水洗い可能な畳ということで、まあ、発泡スチロールとか樹脂とかを基礎構造にして、まあ、水を吸わないような畳を作りました。で、あと畳の表に絵柄を印刷する方法として特許を取られてまして、まあ、特殊な印刷のフローで表面に印刷すると。あと、畳のレンタルシステムについても特許を取られてまして、これは業者さんとですね、まあ、連携して畳のレンタルサービスっていうのを提供する、まあ、いわゆるビジネスモデル特許というやつです。これを取得されています。畳の印刷特許、畳洗浄特許、畳のレンタル特許、今紹介したこの3つをうまく組み合わせて、あらゆる、まあ、表面に印刷された、あらゆる畳のレンタルサービスっていうのを提供しています。で、これ自社だけではなかなかできないので、実際にその畳を、まあ、施工して、まあ、設置してくれるそういった施工業者さんとか、畳のクリーニングをしてくれるメンテナンス業者さん、こういったところと連携してですね、レンタルサービスっていうのを、まあ、提供していると。で、そして、まあ、特許で保護してますので、まあ、競合から競合の参入っていうのを防止して、で、さらにですね、まあ、その特許で守っている、まあ、製品サービスですので、まあ、顧客に対して安心して使っていただけるという、まあ、安心感を提供しているということが言えるかと思います。で、これが、まあ、小田畳商会さんのビジネスモデルキャンパスなんですけども、まず顧客っていうのは、先ほど申しましたように、まあ、ホテル、あ、言ってないですね、顧客っていうのはホテルとか旅館とか、あと介護施設なんかっていうのが、顧客になっています。お風呂場はさっき旅館で見せましたけど、そういったところと、あと介護施設なんかでもですね、まあ、こけても安全なんで、まあ、そういったところでも引き合いが多いらしいですね、畳っていうのは。そういう顧客になります。その顧客に対して、洗浄のメンテナンス付きレンタルっていうのをサービスすることによって、まあ、いつも清潔な畳っていうのを使えますよとか、季節感あふれる畳を使えますよ、まあ、そういった価値っていうのを、顧客価値っていうのを提案していっています。そして、顧客との関係、まあ、レンタルで継続して利用していただくという顧客関係性を持って、それらを支えているのがこの主要のリソース、畳の洗浄特許だったり印刷特許だったりレンタル特許、まあ、こういった特許類っていうのをうまく組み合わせることによって、まあ、こういうサービスっていうのを展開していると、まあ、いうことから、まあ、この赤でくくったこの辺りに、まあ、このビジネスモデルの特徴があるのかなということが言えるかと思います。はい、では、この特許3つなんですけども、偶然たまたま3つあったかっていうと、まあ、そうではなくてですね、このビジネスモデルの構築と、まあ、特許の出願の推移、権利が推移を示しているんですけども、まず、2005年の7月に、洗浄の特許と出願して、2006年の11月に権利化されています。そして印刷の方は2005年の12月に出願して2007年の2月に権利化されています。で、その後にですね、2008年の2月に中小機構さんの販路開拓コーディネート事業っていうのがあって、その中で畳レンタルのビジネスモデルっていうのを構築されてるんですね。
でそしてその事業のレンタルサービスの開始する前に、畳レンタルシステムの特許を出願しておいて、でそれが2011年の4月に、権利化されているという、まあ、こういうふうな流れになっています。まあ、今回の事例、この、まあ、販路開拓コーディネート事業というのは、まあ、うまくいった例ではないかなと思っています。まあ、ちょっと中小企業さんの PR みたいになってますけども、まあ、そんなところです。まあ、そうは言ってもですね、ただその前にこういった畳の洗浄特許とか印刷特許っていうのがあるからこそ、こういう、まあ、ビジネスモデル、新しいビジネスモデルっていうのを、開発できたというふうにも言えるかと思います。でこのビジネスモデルなんですけども、まあ、ポイントとしては物の提供から、まあ、事の提供へ、まあ、価値提案、顧客価値っていうのを、まあ、転換していた。ただ、まあ、畳を売りますよっていうことではだけではなくて、まあ、顧客に対して、常に新鮮な、新鮮じゃないすいません、清潔な畳を使えるということと、まあ、季節感にあふれる畳を使える、まあ、そういった事の提供に価値提案っていうのを、まあ、転換していたと。いうことですね。畳の販売からレンタル事業を拡大していったと。でさらに、まあ、ちょっと収益モデルになりますけど、フロー型からストック型のビジネスモデルにすることによって、まあ、収益も安定しますよと。で知財のポイントとしては、まあ、実施するビジネスを見据えた特許出願の戦略をしています。で洗浄の特許、印刷の特許っていうのがあって、それを経営資源として持っていったわけですね。でそれを使って新しいビジネスっていうのを、構築していって、でそれに、足りないものがあれば、このレンタルシステムの特許のように、補強していくと、まあ、こういった出願の戦略っていうのを取られているというところがポイントではないかなと思っています。顧客価値を高めて、模倣困難性を追求した、まあ、持続的に競争優位なビジネスモデルっていうのを構築している。そしてそのビジネスモデルにマッチする、知財戦略、知的財産、そしてそれを活用する知財戦略っていうのが、まあ、必要になってくるということになろうかと思います。じゃあそのビジネスモデルの構築、まあ、どうやって構築していけば良いのでしょうかというところですけれども、冒頭にですね、ビジネスモデルを設計する上で、まあ、重要なポイントっていうのは、顧客価値っていうのと、まあ、模倣困難性を発揮するような経営資源ですよっていうお話をさせていただいたと思います。でその顧客価値や事業の経営資源っていうのを洗い出して、まあ、それを踏まえて、まあ、ビジネスモデルっていうのを構築すると、まあ、いうことになるかと思います。でビジネスモデルっていうのはですね、まあ、最終的には、まあ、設計なんで、最終的には自身で設計していく必要があるかと思うんですけども、その、まあ、設計していく上でですね、やっぱりヒントとなるものが欲しいところです。でそこでですね、で先人の知恵を、まあ、解釈したいと。で先人の知恵を使って、まあ、こんな成功している企業さんっていうのは、もうこんな経営資源を持って、顧客価値を持って、でそれで、それを使って、まあ、ビジネスモデル、どのビジネスモデルっていうのを構築したのか、その先人の知恵をですね、ヒントとして自社のビジネスモデルっていうのを構築するのが、逆にこう近道ではないかなと。赤の矢印より青の矢印の方が、まあ、逆に近道になっているのではないかなというふうに考えるわけでございます。じゃあ先人の知恵ってどんなものがあるんでしょうかというところなんですけども、都合よくですね、まあ、ネットを探せば、知的財産を活用して成功している企業の事例集っていうのが、まあ、こんな形でですね、無料にたくさんダウンロードできるようになっています。まあ、顧客価値を考えたり、経営資源というのを洗い出す際に、まあ、疑問点、悩み、まあ、そういったものを解決するための、まあ、ヒントになる情報というのは、この中にいろいろ詰まっているというふうに考えています。で、弁理士会の中小企業ベンチャー支援委員会では、まあ、都合よくですね、まあ、このために開発したというわけではないんですけども、
自社が持つ悩みっていうのと、まあ、同じような悩みを持っている、まあ、持っていた解決した、成功企業さんの事例をですね、まあピックアップできるというような時代経営診断ツールというものを開発いたしました。